しばらくお魚ばっかり食べてたからお肉が美味しい。とろけちゃいますね。この脂身なんか快楽物質の塊ですよ。やばいですね。ふん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 、うまみ成分が舌の上でロンドン踊ってますよ。ありがとうございます。いいお店を教えてくれましたね。こんな隠れ家っぽい焼肉屋さん、誰かが紹介してくれないと発見できませんよ。侮れませんな、あなたのグルメに対する嗅覚も。食べることに貪欲な子。私たち似た者同士ですね。相性バッチリですね。結婚しちゃいますか。冗談じゃないですよ。ほんとほんと、あなたはどんなものでも美味しそうに食べるから、一緒に食卓を囲むと楽しいんですよね。でもまあ、あなたはどうもモテモテみたいですし、私だけのものにしちゃうわけにもいきませんね。おっと、お箸が止まってますよ。もう満腹ですか。あなたも焼いてばっかりいないで、ちゃんと食べてくださいね。お肉は人生を豊かにします。おっと、もう焼けるお肉がないんですね。追加で注文していいですか。大丈夫大丈夫、私が食べた分は自分で払いますので。ねえ、例のお店でたくさんバイトしたので結構貯金ができたんですよ。本来武者修行のための軍資金なんですけどね。ほら、お財布が久しぶりに分厚くなってる。当面しばらく大丈夫なぐらいの旅費は貯まったので、私また旅立つ予定です。旅費が尽きたら戻ってきますけどね、このランドソルに。私がいなくなっても私のことを忘れないでくださいね。お土産話とかいっぱい聞かせますから、戻ってきたらまた一緒に食卓を囲みましょう。コッコロちゃんやケルちゃんたちとみんなで一緒に。すみません、締めっぽい感じになっちゃいそう。どんどん注文しちゃいますね。あなたもお腹がはち切れるまで行っちゃってください。ほら、極上カルビとかありますよ。いい響きすぎる。神様、お牛様、ありがとう。父上、母上、ありがとう。私とっても幸せです。ほら、あなたにも幸せのお裾分け。ぎゅうぎゅう。ペコさん、略された。あだ名だけでも嬉しいのに、それをさらに略すなんて、もっと仲良くなれたみたいでハッピーですね。親近感マシマシですね。もちろん私は幸せですよ。特に最近は、もうずっとこのままペコリーヌとして暮らしていた方がいいんじゃないかって思っちゃうぐらい。おっと、店員さんが来たのでまとめて注文しちゃいますね。メニューのこのページのここからここまで全部ください。大丈夫です、お金なら、お金ならあります。えへへ、牛さん一頭分まるっと食べちゃおう。あ、お肉に心を奪われて忘れてましたけど、あなたに相談したいことがあったんでした。ダメですね、ご飯食べてると肝心なことをすっぽ抜けちゃって。よりにもよって焼肉屋さんなどというときめきスポットに案内するんですから、喫茶店とかで軽くおしゃべりするだけのつもりだったのに。あ、そんな風に身構えなくても大丈夫ですよ。相談といってもそんな深刻なものでもないので。あなたは誠実ですね。ですね、私ギルドを作ろうと思ってるんですよ。でも私諸事情あって公的機関に出入りしづらいので、もろもろ手続きとかあなたに頼めたら助かるなーっていう感じです。ギルド設立のための積立金とか書類は私が用意します。お役所に書類を提出するのだけあなたに頼みたいんですけど、ダメですか。まあ急ぐものでもないですし、お家に持ち帰って検討してくれたらいいですので、今は
目の前の食事を楽しみましょう。今お肉やっぱり美味しいものって偉大ですね。どんな困難だって吹き飛ばせるような気分になっちゃいますもん。おいっす。元気ですか？わざわざ呼び出してすみませんね。今日はいいお天気ですね。ちょっと暑いぐらいなのでアイスクリームが超絶美味しいですよね。見てください、どのフレーバーも捨てがたくて、コーンの上にアイスを全部のせ、全種類制覇しちゃいましたよ。アイスが色とりどりですっごく綺麗ですね。ちょっと欲張りすぎて重ねたアイスの高さが私の身長を超えちゃいましたけど、やばいですね。ああ、前がよく見えません。お返事してください。はい、こんにちは。最近ペコさんって略しますね。より親しくなれた感じで嬉しいです。私もあなたの名前を略してもいいですか？おっとっと、ちょっと待ってくださいね。おしゃべりしてたら集中が乱れてアイスのタワーが崩れそう。アイス地面に落としちゃったら大惨事ですよ。すぐに食べちゃいますね。ほんほんほん、わー、おいしい。急いで冷たいものを食べたから頭がキーンってなっちゃいました。いたたたた、あー、でも大満足です。アイスを発明した人って天才なんじゃないでしょうか。人類の救世主ですよね。おっと、口元が汚れちゃいました。ハンカチでふきふきしますね。えへへ、みっともない。おっと、別にアイスを食べに来たんじゃないんでした。今日は前々からご相談してた通り、ギルド設立の申請書をお役所へ提出しに行きます。えへへ、あなたには一緒にギルド名とか考えたり、いろいろ協力してもらっちゃいましたね。誰かと一緒に何かをするのって楽しいですね。とっても。だからこそギルドを作りたいっていうのもあるんです。私は旅から旅の根なし草っぽい生活してますが、やっぱり帰る場所が欲しくもありますし、ギルド設立のための積立金で貯めてた旅費が吹っ飛んじゃいましたけど、まあまた働いて稼げばいいんですもんね。ともあれ多分大丈夫だとは思うんですが、私お役所の人に見つかると騒ぎになりかねないので、あなたに書類の提出とかだけしてほしいんです。あなたは記憶喪失だって言うし、難しいことはできないでしょうから、書類を窓口の人に提出してくれるだけでいいです。私も役所の中まで一緒に入って、ちょっと離れた位置で顔を隠しつつ待機してますので、何か困ったことがあったら合図してくださいね。そういう感じの作戦です。オッケーですか？それじゃレッツゴー。はい、書類の方無事に受理いたしました。こちらで内容を精査して、後ほどギルド設立の成否などについてご連絡いたします。書面で通知いたしますので、代表者の方の住所などをお伝えくださいまし。頑張れ頑張れ。おや、困った顔でこちらを見ていますね。なんでしょう、口をパクパクしてますけど。ふむ、あいしていますですかね。大胆ですね。私もあなたを愛してますよ。焼肉と同じぐらい。うん、違うっぽいですね。住所がどうとか言ってる？あっちゃー、それは考えてませんでしたね。あの人は住所不定のホテル暮らしだって言うし、私も同じようなもんですしね。私のバイト先に頼んで書面とか受け取ってもらいましょうか。住所をメモ用紙に書いてこっそり手渡しましょう。おーい、
こちらでお願いします。ん？あなた、もしかして…ひっ！いや、人違いです。私はユースティアナとは違う人です。お腹ペコペコのペコリーヌちゃんです。あ、やはりそうだ、指名手配の。大変だ、引っ捕らえろ。ごめんなさい。私は一旦逃げますね。後で今回のお礼に晩ご飯をおごりますので、いつもの時間に待ち合わせ場所に来てくださいね。待て、逃げるな。陛下の名を語る不届き者め。違います、誤解です。あっちが偽物っていうか、うまく説明できないんですけど。どうして誰も信じてくれないんですか。こっち。このお店、ケーキが食べ放題なんですよ。あ、食べ放題、素敵な響き。あんまり食べ過ぎると出入り禁止になるので、ちょっとずつ口に入れることにしてますけどね。私にも分別ぐらいあるんですよ。あなたはどんなケーキを選んだんですか。おお、なかなかのグルメですね。やばいですね。後で一口ずつ味見させてくれません。わーい、あなただったらナイスガイ。恋してもいいですか。それもいいですよ、ですか。ちょっとは照れたりした方が可愛いですよ。ともあれ、ついに始動しましたね、私たちのギルド美食殿が。これでギルド限定のお店にも入れます。夢が広がりますね。ギルド設立の折にはあなたにもお世話になっちゃいましたね。お役所なんかではトラブルもあったりして、本当面倒をおかけしました。あなたもギルドの一員として登録してますので、ギルド専用の何かに参加したいとかの場合は便利に使ってくださいね。ランドソルって人々の生活にギルドが深く根付いてますので、どっかしらのギルドに入ってないと不便なんです。公共施設とかを一部しか利用できなかったり。ああ、運営資金とかは私が用意しますのでご安心を。またバイトを増やさなくちゃいけませんね。武者修行に旅立つのも後回しになっちゃいます。ともあれ、ランドソルには人数が多くて大規模な活動をしているギルドもありますが、仲良しサークルみたいなのも結構大量にあります。美食殿も校舎なのでほとんど拘束性はありません。邪魔になったら解散したり脱退したりしても OK ですので、まあ気軽に利用してくださいね。一応ギルドの目的は食べ歩きにしてます。私たちもっぱら晩ご飯は一緒に食べてますしね。そんな普段通りのことがそのまま活動になってます。コッコロちゃんやキャルちゃんにも今日の晩にでももっと詳しい説明をしますね。あなたには特別にお世話になったので、お礼としてケーキをおごっちゃいます。今回のこれはそういう集まりです。ギルド設立のための相談とかして、晩ご飯の時じゃなくてもあなたに頻繁に会えて嬉しかったですけど、ギルドがきちんと成立したので、それも一区切りにしなくちゃいけないのが寂しいです。でもまあ私は大抵暇なので、またデートしましょうね。ん？私はデートのつもりでしたけど。毎回私の入ってみたかったお店を巡る感じになるので、あなたもやりたいことがあったら言ってくださいね。お付き合いしますよ、いくらでも。伊達でも仮でも同じギルドの仲間になったんですから、家族みたいなものです。そう思ってもいいでしょうか。誰かと絆を紡げるのってとってもありがたいことですね。帰る場所があるのって、家族みたいに仲良く食卓を囲める人たちがいるのって。
私ね。いや、やっぱりまだ言うのはやめときます。今ですら迷惑かけまくりなのに、こっちの事情に巻き込みすぎちゃいけませんよね。二人で甘くて美味しいケーキを食べられるだけで最高にハッピーですしね。それ以上求めるのはちょっと欲張りすぎですよね。まあ私のことはともかく、あなたは記憶は戻ってきたんですか？最初にお会いした時よりは生活力が身についてきた気はしますけど。ふむふむ、まだ肝心なことは思い出せない感じですか？焦っても仕方ないとはいえ歯がゆいでしょうね。誰かから忘れられちゃうのも悲しいですけど、忘れちゃうのも苦しいはずです。そんな風に誰かの記憶を、心をいじくっている元凶がいるなら、それは絶対に許しちゃいけない悪い人です。なんでそんなことをするんでしょうね。なんて、誰かを悪者だって決めつけるのは良くないですね。甘いものを食べて気分転換しちゃいましょう。ふにゃふにゃ笑顔になれちゃいますよ。ふんふん、甘い、生き返っちゃいますね。あなたが記憶を取り戻したら、今こうして一緒に食べたケーキの味も、私と過ごした日々の思い出も、全部失われちゃうのかもしれませんけど、その時はまた改めて出会い直して、幸せな思い出をいっぱい作っちゃえばいいんですもんね。また会いましょう。一緒にケーキを食べましょう。何度でも大事な絆を結び直しましょう。食堂が気持ちいい。味覚は舌だけで感じるものじゃないって実感しちゃいますね。やばいですね。店員さん、追加注文いいですか？メニューの上から下まで全部ください。もちろん全て大盛りで。よろしくお願いします。胃袋が消化を始めました。お腹の中で胃壁が動いてる。栄養が全身の細胞に行き渡る。生まれてきてよかった。こっちこっち。お皿の山で私の顔が見えませんでしたね。ごめんなさい。ついストレス発散にやけ食いしちゃって。お、食べ過ぎですか？大丈夫ですよ。人間の胃袋の内容量はこんなもんじゃないですよ。どんどん消化していけば無限に入ります。人類に不可能はありません。いやー、それでも普段ならお店を傾けない程度にとどめる自制心はあるんですけどね。今日はもう何もかも忘れるぐらいドカ食いしたかったんです。ねえ、なんというか、最近やたらお役所の人とかに追いかけ回されてて、ストレス溜まってるんですよ。人を指名手配犯とか言っちゃって、冤罪なのに、こんなバカな話がありますか？え？いやいやいや、本当に冤罪なんです。誰も信じてくれませんけどね。あなたも、私が悪いやつだって思いますか？私と一緒にいると、あなたやコッコロちゃん、キャルちゃんたちにも迷惑かかっちゃいますね。私、どっか遠くに旅に出た方がいいですかね。あ、どうして急に抱きついてくるんですか？どこにも行かないでってことですか？甘えん坊さん。ちょ、ごめんなさい。たらふく食べるために服の締め付けを緩めてるので、あんまり触ると脱げちゃうかも。あ、ストップストップ、本当にやばいですから。でも
も何かあなたは私を信じてくれるんだ、大事に思ってくれてるんだって実感できて嬉しいです。ありがとう。私はあなたにたくさん救われちゃってますね。あなたと一緒にいるだけでお腹いっぱいになっちゃいそう。また何か光ってますよ。おいっす。お久しぶりです。今時間とか大丈夫ですか？こないだお世話になっちゃったのでお礼をしに来ました。こちらお礼の品です。うちの国の名産品なんですよ。ご家族で食べてくださいね。そこそこ日持ちしますけど、なるべくお早めにお召し上がりください。ん？あれ、翻訳機能ちゃんと使えてますよね。言葉通じてますよね。 あれ、もしかして私のことを忘れちゃいました？寂しいです。お友達になれたと思ったんですけどね。お？何ですかそのリアクション。私の名前を呼んじゃダメです。どこで誰が聞いてるかわからないので。その様子だとあなたも私の正体を知っちゃったんですね。まあニュースとかで報道されてますから仕方ないんですけど、あんまり身構えられるとちょっぴり寂しいです。普通に同年代のお友達と接する時みたいに振る舞ってくれると嬉しいです。え、お家に上がってと？あんまり長居するつもりはないんですけど、好意を無下にするのも申し訳ないですし、少しだけお邪魔します。新鮮。室内はこんな感じなんですね。やばいですね。え、いや、一応私はお姫様ではありますけどね。そんなに裕福な国ではないので、自宅も割と質素なんですよ。庶民の家が狭くて驚いたとかではなく、やっぱり建築様式とかが違うなって感心してたんです。あと電化製品がやっぱりすごいですね。エアコンとかテレビとか。いやいや、姫って呼ばないでください。お？はあ、麦茶ですよねこれ。喉が渇いてたから助かっちゃいます。いただきます。あ、飲んだことない感じの味。一心地つきました。室内だし他には誰もいないみたいだし、お友達ですしちゃんと名乗っておくべきですよね。私本名はユースティアナって言います。ユースティアナ・フォン・アストライア。長くて偉そうな名前でしょ。気軽にティアナって呼んでくださいね。もちろん今まで通りペコリーヌっていうあだ名で呼んでもらっても構いませんけど。そうそう、レジェンド・オブ・アストルムに存在するアストライア大陸ってうちのファミリーネームが元になってるんですよ。うちの国ってか王家はレジェンド・オブ・アストルムの出資者になってますからね。何か開発者が気を使ったんでしょうか、名前が使われちゃってますね。出資の他にも人材の派遣やサーバーの設置などなど積極的に行っていますよ。うちの国はね、かなりそっち方面は遅れてるので気合を入れてるんです。基本的にアストルムは、てかミネルヴァは国連が管理してるので、あくまで大きな出資者の一つっていう感じですけどね。うちの国にとって政治的経済的に重要なプロジェクトです。その分例のミネルヴァの目覚め事件とかでてんやわんやしてますよ。今回は外交のために訪日したんですけど、その辺の調査とか対策会議とかで両親は多忙にしてますね。私は成人するまでは政治には関わらないつもりなので割と暇にしてますけど、最初にお会いした時もお忍びでブラブラ出歩いてたんですよ。
やっぱり何か緊張してますね。私もあなたと同じ人間ですよ。あんまりかしこまらないでくださいね。ダメですよ。レジェンド・オブ・アストルムではみんなプリンセスになるために冒険してるんでしょ。あなたの仲間の誰かがプリンセスに、お姫様になるかもしれないんです。今のうちにお姫様に慣れておいた方がいいと思いますよ。うわ、さらっと言った本名。ユース何？ああ、もうメモしておけばよかった。しかしまあ、どっかで聞いた名前よね。ペコリーヌちゃんは国賓扱いだし、データにもアクセスしづらいのよね。ごめん、ちょっと調べたいことができたから、一旦今回の夢はおしまいにするわ。思わぬ収穫よ。あんたがペコリーヌちゃんと知り合いでよかったわ。もしかしたらこの世界に渦巻く謎の真相に大きく近づけるかも。ここから先は慎重に行動しないといけないわね。じゃあね、ペコリーヌちゃんのこと頼むわよ。彼女正真正銘のお姫様っぽいしね。普通に外交問題になっちゃうから、くれぐれも丁重に扱いなさい。本人は普通に同年代の友達として接してって言ってたわね。だからまあ今まで通り仲良くご飯とかを食べてればいいのかしら。難しい問題だけど、きっと大丈夫よね。あんたって大体どんな女の子にも好かれるみたいだし。追加で注文した料理が届きましたよ。一緒に食べましょう。大丈夫ですか？何か顔色が良くないですけど。え？ティアナ？どこでその名前を聞いたんですか？あれ、名乗りましたっけ？お役所で名前を口にしちゃってたかも。あなたたちのことはあまり私の事情に巻き込みたくないんです。なので忘れてくださいね。とりあえずもう十分関わらせちゃったし、今さら何を言ってるんだって感じですけどね。私の問題です。ちゃんと自分で型をつけますから。そんなことよりご飯を食べましょう。お姫様だろうが誰だろうが、ご飯を食べなきゃ生きていけません。それにご飯を食べればそれなりにハッピーな感じになりますから。あなたが、みんなが何もかも失っていた私にそれを教えてくれたんですよ。